ゼニー氏は大型の有効虫で産ゴ礁の浅い海に普通に見られる。扁平な円盤状の形態から繊維子の名がある。同じく有効中で名前はニるが貨幣石とは別。また、海リ類の茎がバラバラになった化石を繊維子ということもある。ゼニー氏は海洋に生息する有効虫の一種である。炭酸カルシウムからなる扁平な円盤状の殻を 形成し、成熟個体の直径は1センチメートルを超えるなど、単細胞生物としては大型の部類に入る。殻の中には細胞質があり、生態は殻の穴から市場加速を伸ばして、海中の海藻や海藻に付着し、これらの表面の有機物や微細藻類を接触して生活している。他の多くの有効虫と同様に、ゼニー氏も強生務を持っており、 その光合成産物も利用しているとされる。ゼニー氏は温暖な環境を好み、日本近海では沖縄県近海に見られる。同じ大型有効虫であるバキュロジプシナやカルカリナと同様、サンゴ症が広がる地域に多い。ゼニー氏に共生しているのはウズベンモーモであるギムノジニウムロートンドイトムやシンビオデニアムである。 これらの共生網はゼニー氏の細胞質中に大量に存在しており、そのため生きているゼニー氏は、薄い褐色内視は、緑黄色を帯びている。これらの共生網は健常なゼニー氏では、細胞全体に分布しているが、海水温の上昇などのストレスにさらされた場合、ゼニー氏の周辺部分から順に脱落してしまうことが知られている。ゼニー氏では、無性生殖と、 有性生殖の両方が知られているが、通常は無性生殖が主である。無性生殖で生じた個体を研究型個体、優性生殖で生じた個体をほの玉型個体と呼ぶ。ゼニー氏は円盤の中心に発質を持ち、そこから同心円状に室を形成して殻を発達させていく。成熟した個体は殻の終焉部分にやや大きな生殖質を形成し、 ここで無償生殖が行われる。ありがとうございます。